皆さんこんばんは。ご視聴ありがとうございます。今日は新しくやってきたヒョウモントカゲモドキのベビーの、今日来たばっかりなんですけども、体重測定をしていきたいと思います。これからね、どんどん大きくなると思うんですけど、成長の過程を記録に残しておくことで、少しの変化も見逃さないようにして、餌の食べ具合とか、体の大きさをチェックしながら大事に育てていきたいと思いますので、体重測定をまずしていきたいと思います。と言いながらも、まずトカゲがどこにいるんだっていうことなんですが、僕もちょっとさっき見て、あれいなくなっちゃったと思ったんだ。こんなところにいました。ここにいました。見えますかね。キッチンペーパーの下に隠れています。ちょっとね、今糞もあるんで、糞の掃除がてら、掃除という名目ついでに、ちょっと体重を測定していきたいと思います。じゃあちょっとごめんよ。ちょっと不安そう。じゃあちょっと測ってみますね。4g。 まだ 4g しかないんですね。かわいいな。はい、というわけで初めての体重測定無事終わりました。結果は 4g でした。いやー、ほんと小さいなー。これからちょっとね、成長の過程を記録するためにも定期的に体重を測っていきたいと思います。これどれくらいおきに測ったらいいんですかね。1週間とかでいいのかな。ちょっとその辺ももし見ている方でアドバイスいただけたら嬉しいです。では今日もご視聴ありがとうございました。またお願いします。